お電話変わりました。はい。私の少年係の坂井と言います。はい。すぐと申します。はい、一般の市民のものなんですけども。はいはい。はい。で、ちょっと前に、高校生が、はい、ママ活をして、で、報道されるっていうニュースがあったと思うんですけども、はいはいはい、それで不良行為で報道っていうふうに、報道されてて、で、はい、今、福岡の、青少年育成条例、見てるんですけども、はい、その不良行為っていうのが、該当する法律が今ちょっと見当たらなく、不良行為っていうのはどこなんですかね？はい。具体的にですね、この条文というのはやっぱり該当する部分なくてですね。ないのにじゃあ、報道されたただですね。はい。これがですね、この青少年、その不良行為少年のその、はい、報道についてですね、はい。これは、不健全娯楽というのがあるんですけど、不健全娯楽？はい。これが少年の健全育成上、支障のある娯楽に興じる行為。娯楽って、ね、娯楽ですよね。例えば、カラオケに行ったりとか、遊んだりとかで、そういうのも娯楽に含むんですよね。カラオケは違法ってことなんですか？いえ、カラオケはもちろん違法ではないんですけど、はい、ただ、サイバー報道をやる段階にあってですね、はい、どうしてもその、カラオケに行きました、はい、で出会ってカラオケに行きました、はい、で、その後、言ってしまうと、強姦とかですね、犯罪犯の発展する可能性が非常に高いものになるじゃないですか。その個室の中で二人きりになったりとかですね。はい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 、はい。で、そういうところでその非常にその可能性、危険性が高いということで、こういった形でそのサイバー報道を行っているんですね。サイバー報道、そのなんとか報道ってどこに書いてあるんですかね。条文としてはですね、これ少年警察活動規則とかいろいろそういった、活動規則、警察の話になってくるんですけど。それ警察の内規っていうか、警察の、警察が守るべき。として伝わっているものになります。警察が守るべき規則じゃないんですか？内規ですね。内規じゃないんですか？いえ、これですね。うん、なんつったらいいのかな。これもその法律として定められている部分になるんですよ。例えば東京だったら、はい、東京都交通規則とかいう規則ですよね。なんとか規則みたいな感じですよね。ある種接客業ですよね。パワカツとかママカツで、ただ会うだけで別に性行為じゃなく、体を売ってるわけじゃなく、コミュニケーションに対して、接客することに対して、お金をもらう、対価をもらうと。これはもうカウンセリングとか、はいはい、まあその接客行為とかと、まあ同レベルだとは僕は思うんですけども、その技術を売るわけで、接客して相手を気持ちよくさせるっていう。で、これの何が問題あるんですかね。ですね、まず、青少年というのは、その成人と比べてですよ、うん、どうしても立場的にも弱いし、精神、心身的には未発達な状況が多いじゃない、大きいじゃないですか。それは、でも、男子高校生の方が被害者になり得ることですよね、それは。うん、男子高校生でも女子高校生でもですね。うん。で、だったら、このニュースの件で言えば、お金を出そうとした女性が捕まるべきじゃないんですか。はい、まあ、これ、おとり捜査で。もちろん、そちらに対してもですね、指導警告してます。うん、指導警告ってだって注意して終わりですよね。この男子高校生は捕まっちゃってるわけですよね、報道って。これですね、高校生に対してはですね、うん、もちろん指導警告した上で、親御さん呼んでその状況をつまり説明してですね。まあじゃあ指導警告みたいなもの。報道することありませんよということで、そういうことはしませんよということで、ちゃんと。逮捕とは監督ですね。逮捕とは違うんですよね。逮捕とはまた違いますね。報道、まあ注意に近い感じですよね。まあその。まあそうですね、認識的にはですね。うんうん、親子で注意されると。なんとか規則って何なんですか、結局。これ、少年報道そもそもの目的がさっきお話ししたようにですね。それ、なんか、でも法律があるはずですよね。はいはい、他の、じゃ詳しい方っていらっしゃいます？その報道に関して。どういう規則に乗っとって報道してるのかっていう。結局、なんか納得できてない。報道の目的自体がですね。うん、その少年の健全育成、これにやっぱりかかってくるんですよ。うん、で、健全育成条例とは違うんですよね、はい、でも。うん、まあそうですね、この中のその、これっていうと名分としてはですね。うん。名分、ないんですか、じゃあ。法律は存在しないんですか。はい、名分という名分はなくてですね。ないですよね。で、ただ少年警察の活動規則というのがあるんですけど、はい。この中にですね、不良行為少年という項目があってですね。少年、警察活動規則ですね。警察の活動規則。はい。ただ。イーガブってとこに出てきますね。なんかそんなで私もそれ開いてます。はいはい。2条ですか、定義。2条ですね。はい、2条の6項のとこですね。6項のとこ。不良行為少年。非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜、徘徊、その他、
事故または他人の特性を害する行為、これはかなりでも抽象的に書かれてますよね。ですね。でこれ結構幅広く入ってくるんですよ、その該当する部分というのがですね。これでも今の時代で他人って お金をもらってただ話すだけっていう行為でそれを不良行為とする、これ罰則は ないんですかね。これその不良行為に発展する恐れは非常にあるじゃないですか。はいはい。その、ま、話をしました。でその後にじゃあ、じゃあその後恐れがある、はいはいはい、体を打ったりとか発展していく、もう発展するところがあるからですね。パパ活とかそのママ活とかもそういったところが非常に可能性が高いものなんですと、はいはい、まあ、性被害に遭う恐れがあるとかですね。なんでそれをそのまず未然に防ごうというところと合わせて、そのこういったことがあるとその今後、まあ、例えばその犯罪に巻き込まれますよとか、でもこれあるので、これ未然に進んでしまうというところなんですね。でも音の操作をしてまでなんかそれほどするなんか注意一つでいいんじゃないですか。あのどっか他の都道府県の警察はなんか注意、はいはい、あのツイッターでなんかパパ活みたいな、あの方法をこれって定めてしまうとですね、うん、じゃあその方法を避ければいいじゃないかということでまた別の方向角度から来るじゃないですか。あ、その今の特殊詐欺もそうですけど、その、はい、このパターンがまず確立しました。でそれを警察から潰されました、はい、じゃあ、はい、今度はこの方法でいきましょうというような形でどん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 新手のやっぱやり方が増えてくるんですよね。これじゃあその捕まえたっていうのは、はい、これなんか生贄的な感じで一人なんか一回捕まえとこうみたいな感じなんですかね。いや、そういうのじゃないです。生贄とか全然そういうのはないです。ただ、でもこれ、まあ、例えば100件その月にあったとしてですね、はい、何もしなかったら100件ずっと発生するじゃないですか。はい、その中から少しでもこう、件数を減らして、はい、件数を減らしていこうとはしない方ですけど、はいはい、発生をその防ごうと。で、その上でその、今後その青少年の、はい、健全な発展、健全なその育成ですね、はい、につなげていこうというのがその少年保存の目的なんですよ。まあ、そのサイバー保存に限らずですね。不良行為か、飲酒喫煙廃か、でも、その他事故また他人の特性、飲酒喫煙、深夜徘徊っていう感じの部類の、あの不良行為。その部類に限らずですよ。でもその他っていう場合に、全くでもなんか角度が違いますね。でも飲酒喫煙深夜徘徊とはなんかと、それはなんだ、接客、はいはいはい、ね、接客商売ですよね、接客、はい、じゃあ普通のバイトもそうなんじゃないですか。あの不良行為に入っちゃうんじゃないですかね。そのお金は入ることで悪いことしたりしますよね。バイク乗って乗ります。通常のアルバイトってなったらやっぱその正式に正当に働いてですね、はい、雇用関係があってその上で関係、報酬対価として報酬を得るようなものになるじゃないですか。ただ個人事業としては別に年齢は高校生ぐらいでも個人事業としてはやってはいけないことではないですよね、多分。それはあの学校の定めとかもかかってくるんでですね、その高校生のアルバイトについてはですね、うん、法律的には多分その10代でもあの、うんうん、人対人、その自分一人で個人事業主として小行為はできるはずだと思うんですけどね、はい、何々もらって、いくらもらってこれをしてくださいみたいな、その目的とするところですよね。マッサージでもいいし、例えばその、まあ、補導する、そこそサイバー補導に話が戻るんですけど、うん、はい、そっちについてやっぱりその、まあ女の子、例えばですね、はい、女の子が、高校生の女の子がおって、はい、でそれにこう成人の男の子が、男の子じゃない、成人の男が来て、はいはい、やっぱりそのただ会ってお話するだけっていうのと終わらないと思うんですよ。いやー、俺、僕みたいな、自分みたいなモテない人間だと、なんか、若い女の子と、まあ、ただ喋りたいだけ。で、それでも2000円ぐらい、まあ、出してもいいかなと思ったりするので、で、これ、そういう商売があっても、逆に、これなんか お店とかや、うん、逆にお店とか100人中100人がそれやったらですね、まあ、問題ないんでしょうけど、うん、ただ、その中、そうはいかないじゃないですか。まあ、そうじゃない人もいますよね。はい、まあ、連れ去ったり、まあ、強姦したりとか、そういう考える人も。という恐れがあるでしょ。はい。で、そういう恐れがあるんだよということを、まず、裁判報道の場合は、まあ、相手方の女の子とかなり、まあ、男子高校生なりに話をしてですね。はいはいはい。まあ、歩道ですからね。そういうことがならないようにということで、やってるんで、まあ、歩道だから、まあ、注意みたいなもんって言えば、注意みたいな。そうですね。学校に、まあ、女の子に、子供に関してはですね。うん。学校に知られたりはしないんですね、こういうのって。
するんですかね。あ、いや、これはもうケースバイケースです。ケースバイケースなんですか。ああ、一律でなんかでも。お医者さんが言わなくてもやっぱり漏れてることはあるしですね。でも積極的に警察が学校に知らせるってことはあるんですか。これでなんか退学になっちゃったりする。ゼロではないです。可能性はゼロではないです。じゃあこんなことでじゃあ退学になっちゃう子もいるってこと。そこなんでぶたして、なんか均一、統一されてないんですかね。基準が。まあ。その、基準とかそういったところはですね、ちょっとこういったところ、電話でお話できるようなものではないんですよ。うん、でもちろんその、うん、こちらの方の基準になってくるので、うん、その今後のその、まあ、でもそれ当人の性格、ここにまでの行いとかですね、それところも含めてしますので。でも法律で、なんかその人間の所属先とかに連絡しなくてはいけないって書いてあるんですか、はいはい、その学校とか会社とか。そこはだからその、こちらの基準もあるので、そこで判断してですね。基準どんな基準なんですかね。だって、それ知らせる必要。そんな電話口では言えません。うん、知らせるでも必要ってあるんですかね、それわざわざ。だから嫌がらせにしかなってないじゃないですか、その。学校や会社に知らせて。だって、その必要性についてはその時その時でやっぱり変わってくるんですよね。なるほどね。あ、はい、まあ、納得できないけど、大体は分かりました。何を根拠に今どうこう、はい、どう動いてるのかっていうのは、まあ、分かりました。はい、じゃあすみません、長くなりましたけど、はい、ありがとうございました。はい、すみません、ありがとうございました。失礼します、すみません。